です。このリンクが平行リンクでつながっていて、その後、まあ、1個のリンクで、ここに30度のバランスの30度をデータするリンクで、この2本のアンドレームで上下接続されていると。で、まあ、この、まあ、フレームの方、まあ、この部分ですね、この部分で得意姿勢に、まあ、うまく、まあ、得意姿勢にこの保持しやすくなっていて、それで、まあ、負荷が減っていると。感覚的に感覚で言えば、この肩の部分が少しちょっと浮くような感じになっております。立ち姿勢になると。ただ膝を曲げると肩が沈んで負荷がかかるので、立っている間であれば負荷が小さいということです。じゃあちょっと後ろを見て、こういうことですね。このインクを使って横です。ここがもうかなり伸びそうになっています。じゃあ前、今回の頭はちょっと外しているんですけど、今日はちょっと手の部分、まあ、手首の方ですね、まあ、こういったひねりがですね、先生に握手左よいしょ、はい、まあ、こういった感じです、ね、サイズ感が。なるほど、はい。それでこのスケルトニックス、まあ、作ったもの